いよいよフィナーレが近づいてまいりました。ハーフタイムショー、おなじみのミッキーマウスの登場です。そしてこの広い競技場に風船がいっぱい並びました。
実に鮮やかです。20万個と言われますこの風船がずっと曇り空に上がっていきます。とにかく華やかなショーに今日はもう自由に3万5千は超えるでありましょう。大観衆が盛んな声援を送りました。いや昨年もそうだったんですが、川田さん、本当にこのライスボールがですね、はい、日本選手権となって5回目なんですけども、この華やかなショーだけが浮くんでなくて、はい、ゲーム内容も素晴らしいですし、なんといってもそのお客さんがですね、はい、年々増えている。それが実にいいことですね。もう本当にその点嬉しいですね、はい、私たち業界関係者としては、はい。まあ、思えばこのライスボールというのはですね、昭和23年に第1回が行われて、その1年前ですか、甲子園ボールが始まって、はい、まあ、日本のアメリカンフットボールというのがですね、まあ、誕生していく組織だったわけですけれども、数えて今年が41回目、はい、日本選手権のいわゆる社会人と学生のナンバーワンが争うようになって5回目ですよね、はい、もう本当にこう、まあ、昨年と同じ顔合わせということになりましたけれども、はい、両チームのファンのみならず、はい、もうその国立競技場に来られないお客さんもですね、はい、テレビの前で、まあ、ハーフタイムショーでちょっとね、はい、前半のプレーを忘れがちかもしれませんけれども、そうですね、はい、本当にもう私も忘れちゃったような雰囲気で、そうですね、まあ、得点としては17対0で京都大学がリードということで、これから後半へ向かっていくわけですが、あ、お子さんがね、あのいわゆるキャラクターというんでしょうか、それぞれの、まあ、馴染みの お人形さんに手を振ります。本当にあの可愛いですね。そうですね、私たちがこう大人が見てても可愛いから、本当に子供さんなんか、はい、今日来てる方喜んでるんじゃないでしょうかね、はい。